それでは私と一緒に元気にトレーニングをしていきましょう。今日はふくらはぎの筋肉、それからふくらはぎの前の筋肉をしっかり使っていきます。お家にいてなかなかこの周りを動かさないので、しっかり動かしていきましょう。背もたれに手を置いていただきます。椅子がなければ壁に手をついていただいても大丈夫です。手を置いていただいたら、足を腰幅に開いていただいて、まずつま先立ち、しっかりなります。次にかかと立ち、つま先を引き上げていきます。ゆっくり引き上げてきて、体が反りすぎないように気をつけてください。後ろに来るときにはお尻が出すぎないように背中をしっかりキープしてください。ふらつきを防止するためにどこかにつかまって行っていただくと非常に良いです。10回やっていきます。これで1回、ゆっくり引き上げて上げる。3回目、ふくらはぎの筋肉をぐーっと意識します。今度はすねの筋肉を意識しながら引き上げます。4、呼吸をなるべく止めないように吸って吐いて、ゆっくり引き上げます。できる方は片手を離していただいても大丈夫です。あと5回です。上で1秒ぐらい止まっていただけると筋肉をしっかり使ってきます。あと4回、7、8、背中がなるべく丸くならないようにまっすぐ、9、ラスト1回、10。今のトレーニングを1日10回1セットを目安にやってください。足の周りの筋肉をしっかり使うことで運動不足の解消につなげていきます。神奈川県立近代美術館の皆さんにございます。コロナの、新型コロナウイルスの影響で美術館の活動も非常に制限を受けていたんですけれども、ようやく再開の目処が立ちました。この6月9日の火曜日から、鎌倉別館、別館については美術館の外も内側も全てを再開します。同時に葉山会については外部の庭園だけを公開することができるようになりました。皆さん大変お待たせいたしました。我々も美術館に関わる人間にとっては、美術館そのものが人々が交流する場でなくなっているということは大変な痛手だし心痛であったのですけれども、ようやく再開することができた。これはまあいろんなことあったとは思いますけれども、いろいろな社会活動、行動を皆さん慎重に資料深く持続してくれたおかげで、こうやって神奈川県は8月31日まで閉めると言っていたものがこうやって開けることは皆さんのおかげであるというふうに思っています。本当にありがとうございました。ぜひ皆さんにまた美術館をどうあるべきか、またさまざまな意見を寄せていただいて、皆さんと話し合うことができる、交流できることを楽しみにしたいと思います。どうぞ皆さんいらしてください。